コンサドーレ札幌対ヴァンフォーレ甲府、勇者たちがピッチへと登場してまいります。にわかに熱くなります、札幌ドーム。さあ選手入場です。さあ北澤さん、今日の対戦ですが実力では均衡していると言われているようなんですが、その辺いかがでしょう。チームの実力は五分五分ですからね。監督の戦略と采配、大変な試合の結果につながってくると思いますね。そうですね、ありがとうございます。スターティングラインナップご覧いただいています。好ゲームを皆さん期待しましょう。キックオフ、北海道コンサドーレ札幌対ヴァンフォーレ甲府、J リーグディビジョン1第22節。解説は北澤さん、そして七海さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どのようなリズムを刻むゲームになるのか見てまいりましょう。阿部、先へは進めない。阿部、サイドのスペースへ出します。これはラインを割りました。早坂、早坂、この攻撃は続きませんでした。ヴァンフォーレボールになります。阿部、ボールを受けます。流しパスか。一旦下げる、ボールは渡る。彼がこのチームで一番若いんですよね。みんなが想像もしないプレー、発想、そういったことが期待されるんでしょうね。さあ展開があるかと、こぼれている。ここはクリアします。抜きます。さあ誰に出すのか。田中、エリア内には入れません。コーナーキックへと続きます。最初のコーナーキック、戻す、うわ、ダイレクト、かろうじてセーブ。内村、さあかわしていく、抜けてきますよ。ここで上げてくるか。前半の19分を過ぎたところ、一旦戻して、さあ抜けてきます。つながります、つながります。浅いところからボールを入れてきます。飛んなかったですけど、大きな揺さぶりですよね。小倉、左上がっていく、このヘッドが決まる。先制、
今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか？そうですね、奪ってからフィニッシュまでの一連の流れ、お手本になるようなカウンターアタックだったと思います。さあ、ヴァンフォーレ1対0先制しています。1点先制しましたけど、安心はできないでしょうね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんね。サイドのスペースを使います。ここは大きくクリアします。内村、強度、内村、さあ裏のスペースを狙います。大男ですよ。シュートチャンスだ。コントロールできない。スペースを狙います。チャンスですよ。さあ打てるか、こぼれる。さあクロスを選択。少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。ちょっと時間をかけすぎてしまいましたね。ディフェンダーが戻ってくる前に攻め切りたいところでしたね。エデル、一瞬左空いてたんですけどね。早坂、前半も37分が過ぎました。右サイド駆け上がる、いいボール出てきましたね。上げる、さあどうだ。札幌としては攻めてはいるんですけどね、ショートで終わりたいですよね。かろうじてクリアです。強度、とこぼれてる。素早いチェックからボールを奪います。札幌としては先ほどからなかなかシュートまでいけてませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。強度、ボールは渡る、どうだ。コーナーキックへと逃げます。これは誰を狙うのか。ボレー、決死のクリア、どうだ。ヘッド、素晴らしいポジショニングでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、見取れませんね。前半最後のセットプレーになるのか。上げる、ヘッド、決まった。コンサドーレ振り出しに戻します。ここで同点。コーナーからのヘディングでした。これは試合を止める笛のようです。さあまずは前半が終わりました。しかし最後よく追いつきましたよね。後半の入り方が全く変わってきますからね、この1点は大きいと思いますね。ありがとうございます。さあ前半を終え1対1同点で後半へと折り返します。
1対1で迎える後半。ボール上げてくる、ヘッド合わせに行きましたが決めることができませんでした。ウィルソン囲む人数をかけます。切り込めるか、強度切り込んでいきます。はい、ボールだ、絶好のパス。さあ左へ預けて、小倉戻す、小倉サイドはボールを預けます。さあボールが抜けてくる、内村さらに1本、先ほどヘディングシュートで得点を挙げています。さあ一気にカウンター、そのままキーパーが抑えました。一気に前線へのボール、田中、ドゥドゥ今日ワンアシストです。中央駆け上がっていく、阿部、コンサドーレボールになります。戻す、砂、渡ります。このマッチアップどうなる、いいですね、リズムが。強度ありますね。松橋通りません。いいボール出ました。右サイド、ボールがこぼれている。これはファウルでないのか。いい中上がっていくか。さあ前を向く、後ろへ流す、中央へ入っていく、受けます、戻して、田中、小倉、さらに前線へと行きたいところ、スペースを狙ってきます、渡ります。このファーストタッチ、絶好の得点機でしたがゴールならず。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。緊迫した状況は非常に見応えありますよね。ボールを上げる、ヘディング、サイドヘッド合いません。
どう出るか。渡ります。前を向くことができるか。ファールを取りません。こぼれてますよ。弾かれる。さあ、いやー、しびれる展開でしたね。これまでなんか起こりそうな気がしますね。どうする？原野。さあ、スペースを狙う。ボールつながります。見事なパス。シュート。ここはキーパーしっかりと抑えます。コンサド3本目のコーナーキック。どうだ？ボールがこぼれる。強度。くもり。どうだ。このボールはクリアです。前を向くことができるか。しかしこれは上です。さあ、今のファール、リプレーです。ボールを上げる。こぼれてますよ。かろうじてクリアします。サードを守る。どうだ。まだある。これはクリアします。ここでファウルがありました。さあ、このロングボール。小野。ボールつながります。グランダーのパス、どうだ。これはクリアします。ここで笛です。引き分けという結果になりました。